収まりまりしたスタートしましたほぼ揃いましたコーダス14番エイムエンド外からは渚も行きましたマリスド・ランジュ5枠の2頭シャイニーズランオン・ザ・ウェイも行きましてあとは10番タガノ・キングロードスタンド前を通過逆回り4コーナーへ向かって最初の障害を飛越スタンド前の障害を各馬次々飛越全馬飛越終わっています さあ四コーナーをカーブしていきます。先頭は八番シャイニーズランです。リードを五馬身六馬身飛ばしていきます。二番手オンザウェイ、三番手がマリスドランジュ、四番手がナギサ。そして三四コーナー中間を通過してエイムアンドエンドが行って、さらにはケルトです。あとタガノキングロード、そして名勝優水外がテイ T.M. 辰間。あとは遅れて二番のバーダイと前は。 ダートコースを横切りましてタスキコースへと入っていきますさあ先頭を飛ばす8番シャイニーズランタスキコース最初の緑の畜作これを否決しましたそして2番手にはオンザウェイです3番手がマリスドランジュ今4番手4番エイムエンド先頭シャイニーズラン駆け上がって バンケットを下っていきます。各馬次々とバンケットを克服さあ、ダートコースを横切りまして、順回りに入ります。1。コーナーへ向かいます。先頭の8番シャイニーズランです。リードはまだ4バシン。馬身5バシン。馬身あとはオンザウェイ。さらにはマリストランジュ3。馬身下がって3枠にとエイムアンドエンド名勝湧水追走12。コーナー中間の障害を否決しました。ハードル障害次々比率おっと1等落馬7番の。 オンザウェイ落馬していますそして今、グーンと2番のバーダイト上がっていきましたバーダイトが今、4番手。 あとは T.M. エム竜巻バラキまして11番アームストロング各場向こう上面に入っていきます向こう上面3つの障害最初のハードルを否決リードが5馬身あります8番シャイニーズランですそして接近していく4番のエイムアンドエンド2番バーダイと2つ目のハードルを否決しました向こう上面その後は今4バシン下がって4番手がマリストランジュこれをかわせていった3番名勝有水前は3つ目のハードル障害を否決さあ3コーナーへ向かいます戦闘変わりました4番エイムエンドエイムエンド そして外2番バーダイと並んでいく第3コーナーをカーブ残り 600m を通過あとは3番審差差を詰めてくるのが3番名勝、名ユース今3番手に上がって8番のシャイニーズランは交代気味。 前は3、4コーナー中間を通過外を回って2番バーダイト先頭残り 400m を通過内には2番手4番エイムエンド第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました3番手が3番名勝優水ですスタンド前最後のハードル障害に向かいます2番バーダイトバーダイト比較しました残り 200m を通過したそして2番手には4番エイムエンド3番手には3番名勝優水2番のバーダイトバーダイト2番手には4番エイムエンド2番のバーダイトバーダイト 大戸田ゴール手を挙げた小牧かやた手を挙げて初勝利を大きくアピールしましたそれでは JRA 初勝利をマークされました小牧かやた機種にお話を伺いますおめでとうございます、はい、ありがとうございました初勝利の率直なお気持ちからお聞かせくださいそうですねここ5戦とよくなくて あのブルーベーペスカのレースもあって馬に助けられて貴重できることができてまずはペスカに感謝の気持ちでいっぱいですあと大人市先生馬主さんはじめ関係者の方に感謝の気持ちでいっぱいです えー、このバーダイとは小牧・カレタ騎手がずっとつきっきりで調教をつけていたという,ふうに聞きましたが、えー、この馬と今日コンビを組んでレースへ臨むその時のお気持ちはどううだったでしょうかはいあのー、担当の林さんといろいろ試行錯誤しながら、あのーまあ、超両欠馬で、あのー、平地力があって走るっていうのは分かっていたんですけど飛びの便でまだあの、まあ、経験が浅い部分があって少し気になるところもあったんですけど 1>, あの1個目の障害飛んだ時にこれはすごいうまいなっていうことで少しあの強気でえ乗りましたすき、はい、のあたりで位置を上げていってそして2周目の向こう上面でぐんと上がっていきましたあのあたりの手応えとかお気持ちはどううだったですかそうですすかそねここ何走か走らせてもらって、まあ、僕のふ甲斐ない位置取りだったり競馬力の長さで、えー、中盤、後半 先頭の馬がはるかに遠く感じるレースが多くて勝つイメージもなかなか湧くこともない中であの後半の最後から4つ目の直線の1個目飛んだ時に周りの馬と比べて手応えが明らかに違うなっていうのを感じたんで,で晩さんを狙っ,こう横あの狙っていこうと思ってたんですけど馬が思いのほかぐいぐい進んでいくもので。 邪魔せずに自由に走らせてやろうっていうことであゆ競馬になりました。そして四コーナー先頭に立って押し切って先頭でゴールインと大きなガッツポーズも出ましたがゴールの瞬間のお気持ちどうでしたか。素直に嬉しかってこう出たポーズだったんですけど先生から G1 でもないのにガッツポーズになって怒られました。はい。さあ今日まず初勝利を挙げましたがこの後の目標を聞かせてください。はいこの後もあの来週再来週 ノリ、えー、くらいただいてるんで長距離から日々精進して頑張っていきたいと思います応援お願いします、えー、馬術競技からの転身という非常に大きなチャレンジでもありますこのチャレンジ全国の競馬ファンが注目していますまあ、残念ながら福島競馬場今回開催は無観客ということですがテレビラジオを通じてこの8勝利たくさんの方が見守ってくれました全国のファンの皆さんへもう一言お願いしますはいあのー、それこそ これまでのレースで不甲斐なさで人気に応えることができなかったんですけどまずは1勝できて、えー、これからまたもう1勝、もう2勝と、えー、重ねていきたいと思いますので、えー、またあの応援の方よろしくお願いします小牧嘉優太騎手にお話を伺いましたおめでとうございました。